皆さんこんにちは。スイーツで笑顔のつながりを作ろうの大根です。今日からですね、YouTube チャンネル、大根スイーツさんチャンネルを開設しました。この動画はですね、スイーツを作る、食べる、対話をコンセプトにした、このスイーツで笑顔のつながりを作ろうの活動の魅力と、そして日頃の活動をですね、紹介していく動画となっております。で、今日は、一発目の、動画となっております。自分が日頃、食べているコンビニスイーツの、ベスト3をですね、発表していきたいと思います。若干ですね、一発目なので、緊張もしてるんですけども、週に2日から3日ですね、配信をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。またインスタグラムとフェイスブックの方もですね、私やっておりますので、ぜひぜひこちらのスイーツで笑顔のつながりを作ろうのですね、魅力が伝わる投稿となっておりますので、ぜひぜひご覧になっていただけたらと思います。自分のお気に入りのスイーツのベスト3を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。大根のお気に入りのスイーツベスト3を発表します。まずは第3位。第3位はこちらでーす。はい、こちらはですね、食べる牧場スフレプリンです。これはちょっとまだ、自分まだ実際ですね、食べたことないんですけども、ちょっと今日ですね、コンビニに行ってですね、ファミリーマートなんですけども、このちょっと気になったので、お値段がですね、288円です。ちょっとこれ、食べる動画をですね、また、後日配信していきたいと思いますので、ぜひぜひ、でも見た目はすごく美味しそうで、量もボリュームがありますので、ちょっとまた感想の動画を配信していきたいと思います。続いて、第2位の発表です。第2位は、セブンイレブンのスイーツ、こちらです。じゃじゃん。はい。もちっとドラ、いちご&ホイップでーす。そう、これ、僕、いちごがすごく大好物なんですけども、いちごが入ったですね、まあ、乗っているとか入っているとか、様々ね、スイーツにあるんですけども、その、いちごが、入っている、まあ、これは今回は、ね、どら焼きなんで入ってるんですけども、気になったので買ってみました。で、これも実際まだ食べておりません。すごく美味しそうだったので、ちょっと買ってみました。またこちらもですね、食べてる動画をですね、配信していきたいと思います。でも、セブンイレブンのスイーツランキングではトップ10に入っている、スイーツなので、ぜひ皆さんも買ってみてください。それでは、堂々たる、第1位の発表です。第1位は、こちらでございまーす。口どけいちご。で、これはですね、スイーツというより、まあ、アイスに近い食べ物なんですけども、そう、これ、おととい私ちょっと食べたんですが、めちゃくちゃ美味しいイチゴです。なんかこれ、なんだろうな、最初の食感は、こう、アイスっぽいんですけど、口の中に入ると、なんかこう、溶けて、普通の、いつも食べてるイチゴの、感触に、食感になるんですが、これはもう言葉にならないほどめちゃくちゃ美味しいです。青畑の口どけいちごですね。こちらもぜひ食べてみてください。スイーツで笑顔のつながりを作ろうの大根のスイーツのチャンネル、スイーツの紹介以上となります。まあ、こんな感じで、少しずつなんですけども、配信をしていきたいと思っております。また、こちらはね、スイーツで笑顔のつながりを作ろうも、また活動の内容と魅力の方を伝えていきたいと思います。まあ、主に、毎月1回ですね、新宿のカフェを借りて、スイーツを作る、食べる、対話をコンセプトにした、イベントとなっておりますので、ぜひぜひ、インスタグラムと、Facebook の登録の方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。